はい、あぶちゃんです。高見です。はい、ということで今回はね、餃子をお取り寄せいたしました。お取り寄せ会でございます。いいですね。いいですよ、うん。何の餃子をお取り寄せしたかと言いますと、はいはい、餃子の丸岡さん、これねめちゃんこ有名らしいよ。いろんなねお取り寄せグルメの中でもすごい1位を取ってんの、はいはい、でちなみにこれね宮崎の餃子らしいです、はい、うん、年間で7000万個の餃子が売れてるらしいぜ。この普通の餃子、うん、この生姜入り餃子、こちらをね合わせて80個用意いたしました。結構コスパも良くて、ということで、まあ、今回はこちらをね焼いてビールを飲もうじゃないかと。最高、うん、餃子でございます。餃子です、うん、お家で餃子ということで、じゃあ、はい、早速餃子焼くか。焼きましょう。うん、焼きましょうよ。よし、はい、よし、ということでね餃子を焼いていきましょう、はい。まあ、小さじ1杯ぐらいの油を入れるそうです、はい。ちょっと多かったかな。まあ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 。よし、じゃあ餃子やっていきましょう。で餃子はねこういう餃子ですね。40個入りのやつ、はい、生姜入りがこんな感じでございます。はい、はい、じゃあフライパンで焼いていきましょう。これでじゃあ蓋を閉めます。中火で約4分ほど加熱するって、はい、よし、ということで4分ぐらい蓋を閉めて焼きました、はい。こんな感じ。おお、いい感じじゃん。こんな感じ、はい、あ、いいかな。じゃあこれやっちゃうか。やりましょう。やりましょうよ、例の、例のやつ、はい。よし、ということでもうこれ餃子 OK だと思うんで、はい、皿に盛り付けましょう。あら、ポン、はい。じゃあもうこれをこうでポンでしょ。そうです。置く？置いて。本当に置く？はい。いいの？いいですよ。恥ずかしい。恥ずかしい。じゃあ置くよ。はい。あだって。で、もうこれね。そうです。おいしょ。どう？いくよ。どうぞ。せーの。お、来た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 。おお。見て、フライパン見て、フライパン。ちょっと残っちゃった。あ、まあ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 、まあまあ、でも焼き加減とかめちゃくちゃ良くない？めちゃくちゃいいですよ。よっしゃ、いいじゃん。うまそう。よし、食べましょうよ。はい、ということで完成でございます。やったー、やったー。こっちが普通の餃子で、こっちが、はい、生姜餃子ですね。うん、はい、ということで今回餃子に合わせて飲むものはやっぱビールなんで、ビールです。こちらのねサイルフリー、最近ちょっとね太り始めたんですいません。気にしてね。気にしてます。よし、よし、じゃあ乾杯しましょう。はい、はい、まずじゃあ乾杯しますか。ですよ、うん、乾杯して喉を潤わせましょう。そう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 。じゃあ乾杯。はい、乾杯。うわ、よし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 、これこれこれ、よしよしよし、整いました。よしよしよし、始まるぞ。じゃあ餃子いきましょう。いきましょう。いきましょうよ。いただきます。めちゃくちゃうまい。うまっ。パリッパリッ、え、すごっ、バリンバリンだね。うん、すっげーうまい。すげー、これうん、うめっ。これ中のあれすごいですね、具がシャキシャキだ。うん、で、皮はすんごいバリンバリン。うん、うまい。これはうまい。いや、びっくりした、うん。いや、今度普通のやついってみようか。こっちにはニンニク入ってると。なるほど、本物をじゃあ見せていただこうかしら。いきます。いただきます。うわっ、うめっ、うめっ。すごいな、止まらんのですけど。うん、ああ、ああ、はい、2本目。2本目いいですね。 ありがとうございます。いや、やっぱスタイルフリー飲んでるからさ、うん、
プラマイゼロよね。そうなんですよ、うん、結局そう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 よ。いや、いいですな。あ、酒包みです。これは酒包みです。酒包み包み酒包み酒包みです自分たちが作ってるってのも一個載ってるよね。そう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 、載ってる載ってる、うん、やっぱ愛情が乗っかっちゃうから。そうなんですよ結局、うんうん、すごいな、あっという間だな。マジでマジでペロリンチョバスターだな。ペロリンチョバスターどっこいしょどっこい親父ギャグみたいになってる。俺はさ、餃子はさ、もうタレたっぷりつけたいのよ。うんうんうん、醤油の味が大好きなのよ。心配になるぐらいかけますね、たまにおおカメラ越しに見ながらおおマグロたたき丼とかあるじゃん。はい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 。醤油発臭はするかこうやってやめた方がいいっすよ体に絶対に悪いもん。いや、それぐらい俺こう濃いのが好きなのよ。まあ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 、うん、濃いはうまいけど、うん、うん、タレなしでもうまいもん。じゃあラスト1個これタレなしで食うわ、うん、なしはなしですっげえうまいね。うん、はいや、なくなるのノンストップで食ったな。ノンストップで食っちゃった。うん、まだ餃子はいっぱい残ってるんですよ。そうなんです。水餃子も美味しいんですよ。やった、うん、ということで、うん、水餃子作りましょう。いいですね。まずね、お湯を沸騰させてからそこに餃子をぶっ込みます。よー、餃子全部投入です。はい、よし、ということでこんな感じでいいかな。いいと思います。だいぶなんかもうちょっとパンパンに入れすぎちゃって、うん、あれだけど、うわすごいよほらね。じゃあこれちょっと皿に持って食べましょう。はい、ましょう。はい、ということで水餃子完成でございます。よっしゃ、こんな感じですね。美味しそうだね。食べましょう。はい、よし、じゃあ水餃子もできましたんで、はい、食べましょうよ。食べましょう、うん、3本目。3本目ですね。じゃあ乾杯。乾杯。あー、うん、ゼロになりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。焼きがゼロになりました。うん、あ、うまっ、うん、うん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 、うわー、あ、うまっ、プルプル、ありだね、うめぇ、うん、水もありっすね。水やりだな。これはうまい。うま。あー、いや俺水の方が意外と好きかもしれん。ね。うん。うま。無限に食えそう。あー。うまいよ。うめえ。高まる。何それ。スペックの戸田恵梨香が水餃子を食った後に言うセリフ懐かしすぎてずっとうめえ、ずっとうめえ、うん、うん、あ、やっべ、はいや、あっちゅうまあっちゅうまだ。ありがとうございます。これでゼロになれます。はい、あー、いいや、お腹が大民族、うん、大民族、お腹大民族、そこ父だしお腹言いながら父こすってるし、お腹大民族、もう意味もわかんないし言葉の急じゃないのよ乳首がずれてポリスマンラス1位。お、ついにラス1位ですか。ラス1位ね大民族を、うん、うまい。あ、お酒もなくなって、お酒もね、4本なくなっちゃった。うん、うん、あ、40個食った。
ですね。そうやね、1人20個食ったな。そうで、まだ半分残ってますか。まだ半分残ってんだよ。よし、じゃあ最後乾杯して終わりましょう。乾杯乾杯。はいっす。大満足、満足ね、うん、お腹いっぱいだし、もう結構酔ったわ。酔いましたね。餃子の丸岡さんでね、うん、お取り寄せして飲んでみてください。めっちゃ美味しいっす。めちゃくちゃ美味しいですね。めっちゃ美味しかった。で、概要欄の方にね、うん、そのリンク貼っとくんで、はい、ぜひそこから行けるんで、うん、よかったら買ってみてください、はい、ということで、じゃあごちそうさまでした。ごちそうさまでした。この動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。バイバーイ。